おい、何してんだよ。早くおいで。よくわかんねえな。そりゃまだ好きとかじゃないけど。っていうか、こんな状態誰だって動揺はするし、他の人ともこうするのは嫌だって思うのは普通なんじゃないだろうか。ねえねえ、そろそろ吸っていいかい？やだ。え？なんで？吸わせてくれる約束だったじゃん！嘘つき！吸血鬼になりたいんじゃねえのかよ！どうせ今吸われてもまだ吸血鬼にはなれないし、そんなに吸いたいなら今日は他の人の吸えばいいじゃないですか。探せばいるんでしょう。あのさ、ヤモリコウ君、お前のこと探してたんだよ。は？お前よりうまい血なんてそうそう出会えねえよ。はい。安心している自分がいた。血がうまいことにではない、同じ気持ちだったことにだ。理由に大した意味はない。ただ僕はこの人に会いたかったのだ。